はい、こんにちは、トーン。いやー、Cから Dに下がってあまりうまくいってない。だからデイリー C を選びました。10周 GR3 か。 BRZ 初めてな。あー、一番最後のラップあんまり早く叩きなかった。無難に後ろにいた方がいいな。もし、いやー、なんで落ちたかっていうと C からで、ペナルティかなりやっちまってあー、Dに落ちました。ちょっと今Dもなんか危うしなんで C を選んで10周です。まあ、初めレーシングソフトタイヤ履いて、次ハード変えて中、タイヤ替えですね。ピットありです。よろしく。始まして頑張ります。で、俺が45 55 10秒10秒だって、100秒だ。1分40秒、完走できるかって感じですね。2023年1月13日金曜日、ワトキンズグレーンロングコース10周 GR3 10周行きたいと思います。これトラクション1でいいと思うんだな。踏ん張れるっしょ。でこれなんかね、ホワイトピットのホワイトラインがないんだよね。イエローラインがあるけど、これどイエローライン検索しても何も出てこなかったっていうことは、これ黄色から入ってないダメなの、ピット。いやー、ここなんかまあ後ろ1台いるのか、いいや。でもタイムなしだからな、怖い。あ、BRZ 直進速い。タイヤもソフト入っちゃってるかな。4周で入るか、無難に。音で惑わされるな、やっべ。やばい、危ない。やばい、やっちまった。あのね、トラクション1きついかもしれない。2にする。タイヤは4周でいいや。5周まで引っ張るからな。軽いからスピンしやすいのか、トラクション聞きづらいのか。速く感じるんだけど、感じはね、感じるだけ。もうここのイエローラインあるでしょ。これミスゴスと大変なことなの。ペナルティー、タイヤもさ、両方使わないと1分ペナルティー来るんだよね。知らなかったやったんだけど、したらペナルティー、最後見たら1分プラス1分ってなったから、調べたっけ、タイヤやっぱね変えないとダメみたいです。両方使わないと。
例えば3種類タイヤあったら3回使うってこと。だからね、3種類もしあっても利きがさ、利き目が違うから考えなきゃダメなんですよ。何周で変えて、これは何周、前近づいてきた。まだタイヤ結構赤いな。2周目なのにな。3周かな。やべえ、危ない、ロケットするわけだ。危ない危ない。やべえ、目くらまし目くらまし、まあやめてくれまあいいんだけど、これも経験で慣れたら。コースね、前覚えてないかな、しっかり。後ろ余裕だね。タイヤ結構赤くなってきた。前ペナルティー。誰か外人か。遊んでんのかな。やべえ、あっけ。トラクション変えるようにしないとな。もう一周引っ張れるか。ここでもう入らないといけない、黄色いマーカー。もうちょい離してからな。お、もう入ってる人いる。早い、ピット早い。結構高速でずっと引っ張れるんだよね。次入ろう。次入ります。やっぱ4周目か。ちゃんと入れるかな。ちゃんと入れないとペナルティー食らうかな。大体覚えてるんだけど、でもね、見過ごす例があるからな。もう一周いけっかな。半分開け、半分近く開け。そろそろピット。やべ、聞い取られた。
そろそろ入るんだね。ここよし、レーシングハード気にしない。お、ケツも書いてるな。ケツ、あ、ケツじゃない、前の人か。一緒やね。最初にソフトを履いてよかったな。ソフト早いんだけどね、減り早いんだけど。これでペナルティーないでしょ。もしペナルティーない。後ろ1台いるな。お、1抜かれてないってことか。トラクション1でいいかな。もう5周目だかな。もう無難に、やばいやばい、ちょっと喋ってたら。あぶね、喋ってたからコースアウトした。タイヤ心配ないけど問題後ろだな。後ろ抜かれねえか。高速できますよ、ここは。3速 S 字。4速でいけるのか。速いのかな、4速でいて。3速で引っ張った方がいいのかな。あまりやってないから分かんない。ここ試合してないから。前近し、前近け。4秒だ。いた。BRZ 早いな。前タイヤ変えたのかな。前の人膨らんだ。ここいいね、高速コーナー。次ヘアピン S 字か。
4速でいいな、やっぱエンジンブレーキ前ペナルティー車だったのか、お前。まもなくペナルティー消化。はい、ここに抜ける。ありがとう。あと7周目、あと4周か。このコース気持ちいいな、なんか。でも10周中は長い。SG 突入。やられた。ロケット。はい、前ペナルティ。さらば。車間詰めれば。OK、 もう抜かしたよ。前なんか後ろ突っ込んでてよ、どうか。どうせここペナルティでしょ、後ろ。タイヤ全然減ってない。一速前フルエンジン、フルブレーキ。ちょっと今見過ごしたよ。前12秒だって。結構あるね。ここ4速だったの。でも曲がんねえぞ。はい、ペナルティもらっちゃった。 0.5 はみ出した。4輪出たらダメなんだな。無難にクリーン行こうと思ったらクリーンなんねえよ。やっぱ10周も走るとそれなりのリスク高いな。ペナルティーやっちまう、やっちまう率高いな。これはね、集中力いるよ。何せ10周だからね。20分ぐらい走るんじゃないの。 0.5 ペナルティスローン19秒離れる。あれやっぱ今のところ膨らんだのが 0.5 か。またしゃーやっちまった。
あそこ気をつけないとダメ、ポイントか。甘く見てくれねえんだ、あそこ。これいいわ。ちょっとロングロングなんだけど、なんか走りはしてんだよね、これ。ここ4速いのか。レフがね出るっちゅうことはいいんじゃない。4速だ。はい、ペナルティファイナルだったのか。0.5 はいいよ、上げる。あそこギアダウンか、シフトダウン。もう1位ゴールしてる、3位までゴールしてる。完走はできるでしょう。ここ膨らまない、そこ膨らむともうやばいかな。ペナルティ 0.5。 よっしゃーゴール。あ、まだ1分もあるのか。 OK。 タイヤ変えてない人いる、これ1分。おまけに9位になってる。それで俺は多分1分遅れ、1分遅れだよね、みんな。あ、じゃあ1秒か。ケツが1分か。ケツの人はタイヤ変えてない、タイヤ違うのに変えてないんだ。いや、もう全員だ、俺の後ろ全部タイヤだ。あ、でもすぐ後ろは1秒だから、あ、普通のペナルティか。変わんないな、ポジションアップ。これいい、もう一回ちょっと、いやークリーンで行きたいんだけどな。いやー D の1個しかついてないんだな、マーク。大丈夫かよこれ。じゃあまた見てください。9位でした。シャケットンじゃなく